大阪市立南高等学校は、大阪府大阪市中央区に所在する、市立の高等学校。2022年度に統合及び、大阪府への移管で、大阪府立桜和高等学校が新設される予定であることに伴い、2021年度、入学生を最後に募集を停止し、在校生が卒業する2024年3月に、閉校予定となっている。 1937年に開設した旧正大阪市立南高等女学校が前身である。学生改革により普通科の大阪市立南高等学校となり、その後英語科と国語科の2学科を併設する専門高等学校として改編された。2020年度入学生以降は英語探究科1学科の専門高校へと改編している。英語科、 国語科の2学科併設時代は1学年あたり、各学科2学級ずつの、計4学級、また英語探究会の改編後は1学年2学級の、大阪府の高校としては小規模となっている。英語科は1988年、大阪府内の公立高校では、最初に設置された。英語を重点的に学び、英語力向上のために、 少人数授業や ALT とのティームティーチングによる英会話の授業、海外研修旅行や宿泊セミナーなどを行っている。2020年度及び2021年度の入学生については英語探究科に改編された。国語科は高校の専門学科としては日本唯一で国語について重点的に学ぶ。現代文や古典、表現。 古典芸能に関する専門科目が開講されている。また、文学ゆかりの土地の見学、作家やジャーナリストなどによる特別講義なども行われている。アメリカ合衆国、オーストラリア、中華人民共和国の高等学校とそれぞれ姉妹校協定を結んでいる。校歌は、同校教諭として勤務したことがある作家、章の順造が作詞を手掛けている。 昭和時代初期の高等女学校への進学希望者増加に伴う入学難関はのため、大阪市立としては3番目の高等女学校、大阪市立南高等女学校として、1937年4月15日に大阪市南区西にぎやか町に開校した。開校当初は、尋常小学校卒業者を入学対象とした5年制の学校だった。 校舎敷地は、この年限りで廃校となった旧大阪市育英高等小学校の敷地を継承した。また同校に併設されていた育英高等科生女学校の教育実践も継承する形になった。太平洋戦争中には戦時体制として修行年限が4年生へと短縮され、また工場への動員が実施された。 終戦後の1945年10月に5年生へと復帰した。学生改革により、1948年4月1日に大阪市立南高等学校として発足し、全日制普通科を設置した。大阪市では、当時市立として設置されていた、旧正中東教育学校について、全校を形式的、暫定的に新生高等学校へと移行させたが、 戦災被害などを考慮して、学校を整理統合することにしていた。1948年4月21日には、敷地を新生中学校に転用することになった大阪市立桜宮高等学校が、南高等学校の敷地内に移転し、2校が同居することになった。学校名については当時、大阪市立南桜宮高等学校と併称することもあった。 桜宮高等学校は1950年、独立校舎を設置して退去している。1948年6月15日には、大阪府立今宮高等学校及び大阪府立伊豆尾高等学校と、生徒、教職員を交流し、男女共学となった。1956年には、うなぎ谷の大阪市立大学敷地を運動場として、譲り受け、 翌1957年より運動場として使用した。うなぎ谷運動場は大阪市立南中学校の移転、建て替え用地として提供されることになり、1983年3月に廃止している。廃止の大体地として、1983年4月より、旧南中学校分校敷地が提供され、南千葉運動場として使用している。 1960年代には、生徒数増加に伴う、学級増のため、特別教室を普通教室に転用したり、屋上にプレハブ校舎を設置するなどした。敷地教会会や校舎老朽化により、1960年代前後から、校外移転なども含めた対策が検討された。大阪市教育委員会は、移転先として、売り割りや難航などの案を提示した。 しかし学校関係者は移転する場合は南区内もしくは近辺での移転を希望すると強く主張し、郊外移転案は立ち消えになっている。最終的には現在地での校舎建て替えが1986年2月に決定した。1986年8月には何枠南場中3丁目。 旧大阪市立南馬小学校後に仮移転し、仮校舎で約1年半の間教育活動を行った。1988年3月に現在地に新校舎が竣工し、1988年4月より使用を開始している。大阪市では1980年代以降、意欲的で目的意識の明確な生徒の入学により、学校が 活性化することを狙いとして、不立高校とは異なった形での学校特色化の動きが進み、私立の普通科系高校では普通科目を進化させて学ぶ専門学科設置の動きが生まれた。1984年2月27日に出された大阪市学校教育審議会第四次答申では、高等学校における外国語教育の充実が打ち出され、 英語科の設置が提言された。南高等学校では校内で検討を進めた結果、1984年6月28日に校舎の改築と英語科2学級及び理数科1学級の設置を大阪市教育委員会に求める方向で職員会議での合意が得られた。大阪市教委はその後1986年2月21日付で、 南高等学校の校舎建て替えと英語化新設を決定し報道発表した。その一方で、理数化については構想のみにとどまった。設置準備を経て、1988年度より英語化を新設した。さらに1991年には国語化を新設した。国語化新設に伴い、普通化は1991年度より募集停止となっている。 大阪市教育委員会は2010年代に入り、大阪市立の普通科系高等学校の再編方針を打ち出した。背景には、少子化の進行による生徒数の減少や、大阪府教育委員会と大阪市教育委員会が連携して2013年11月に打ち出した、2018年度までに、府立、大阪市立合わせて7校程度の 公立高校等配合を検討する方針があった。大阪市高等学校教育審議会は2017年1月23日、本市普通科系高等学校のあり方についてを大阪市教育委員会に提出した。答申では、私立普通科系高等学校7校設置学科の特徴によって、スポーツ体育系、理数系、言語系、 実業系及び総合学科の3グループに分類し、言語系、実業系及び総合学科の同一グループに分類された大阪市立西高等学校、大阪市立大木町総合高等学校及び大阪市立南高等学校について、英語力や ICT 活用力、市立としての強みを生かした広大連携などを行う新たな普通科系高等学校としての検討を提言した。 2017年7月14日の大阪市教育委員会会議において南高等学校、西高等学校、大木町総合高等学校の大阪市立産高校を一校に統合し2022年4月1日に従来の大木町総合高等学校の校地に新しい普通科系高等学校を開校させる計画が原案通り了承された統合方針に伴い 統合対象の3校についても2020年度2021年度の学科及び入学者選抜の再編成が行われ2018年10月2日の大阪市教育委員会会議で基本方針が承認された。新普通科系高校では教育に関する内容を学習の軸に据えることに対応する形で統合対象の3校の進学科についても教育に関連する内容を取り入れた。 学習内容とした。これに伴い、南高等学校は2020年度より英語探究科を設置し、従来の英語科国語科は募集停止となった。統合振興の名称は、その後、2020年5月に桜和高等学校に決定した。2020年5月26日に、大阪市会で統廃合関連の条例案が可決されたことにより、 2022年4月1日付での桜は高等学校の設置と南高等学校が桜は高等学校敷地に移転することが正式に決定した。また、大阪市と大阪府の方針により、大阪市立の高校全校を大阪府に移管する方針が具体化し、2020年12月に大阪市会及び大阪府議会で移管に関連する条例が可決された。 これに伴い、大阪市立の高等学校は2022年度より大阪府に移管されることになった。2022年以降の南高等学校の生徒については、学籍は卒業まで同校のままとなった上で、大阪府立となり、在校生が在籍する2022年度及び2023年度は桜は高等学校と並存することになる。 南高等学校の在校生は2022年4月以降、桜は高等学校の校舎で学ぶ。その後2024年3月の閉校が予定されている。大阪市立南高等学校と敷地を共有していた定時制家庭単独設置の高等学校、大阪市立南第二高等学校の遠隔についても等項目で記述する。 1938年2月13日に南高等女学校の敷地内に夜間部の大阪市立南大寺女学校を併設した。大阪府の公立学校としては初めての夜間女学校であり、不可でも夜間女学校は市立大木町夜間女学校と並んで珍しいものだった。南大寺女学校は1944年に 大阪市立南大二高等女学校へ改編され独立した。1948年の学生改革により大阪市立南大二高等学校として発足した。しかし定時制高校の再編方針により1986年に並校した。ありがとうございます。